もうちょっとあの、はい、京都の時からこれ取らなあかんでって言われとったんですよ。いや 取らなあかんですか。いやいや、僕が言ったんじゃなくて人に言われとったんですよ。本当に本当に言われてて、でもちょっと雨やったしね。そうですね。でオーナーさんが車の近くにいなかったんでちょっと取れてなかったんですけど、はい、今回やっとまあ出会うことができましたね。オーナーさん、はい、自己紹介を。あ、自己紹介。あ、エグって言います。エグさん、はい、はい、がまあ、こちらの車なんですけど、パッと見グレードパッと見そうです。グレード不明、グレード不明のアルトですね。うん、ただ聞くことにところによると、はい、ワークスなんやね。ワークスです。ベースワークスで。外装を NA のアルトに変えてありますにしたっていうことだよね、はい、だからバンパーとあとはバンパーとバンパーぐらいバンパーとあリアゲートも一応 NA 用に変わってます。ああということはここがない。そうですね、はい、何もなしのやつでんな感じ。まあシンプルやね。なんもないんで、もう本当にシンプルやね。シンプルイズベストやね。そうですね、はい、だから、外装を基本、まあ、NA 用に変えて、はい、まあ、ステッカーとかもほぼほぼ貼ってない。そうですね、本当にリアガラス の、 あの上の部分のステッカーぐらいしか外貼ってないですね。で、ホイールもこれは鉄沈、鉄沈です。鉄沈を白に塗ってそうですね、シエンタの鉄沈なんですけど、シエンタの鉄沈いうことは 5.5J、はい、5.5 です。 5.5 のプラス33ですね。はあ、ははあ、はい、14、はい、も入れてますと。なるほどね、そういう流用ね。そうですね、はあ、ははあ、なかなかで、バンの、はい、まあ、ように見せたいっていうのはありながらも、はい、ここは塗り分けするんや。そこはそうですね。そこはここは塗り分けして、して、まあ、ちょっとかっこよく見せるみたいな感じで、うん、で、はい、NA では少ないコグは入れるんや。コグは入れます。コグがないとあの結構夜走ることが多いんで、あ、見えないんですよ。実用の部分でね。そうですね、はい、なるほどなるほど。うん、だからまあ見た目をワークスワークスから外したっていう感じやね。そうですね、まあ、NA にちょっと寄せ て、 寄せて、まあ、ワークスじゃないように、ワークス感をなくしたかったんで。あ、そういうことやな。うん、で、まあ、あえての鉄沈の白塗りみたいな。で、車高もこれ結構低いんやけど。いや、まあ自分的にはほどほどかなと思ってるんですけど。ほど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 やと思ってます。足前車高調。あ、車高調です。で、ブリッツの車高調を入れてます。ブリッツの車高調、はいはい、なるほどね。まあまあ低い。特にその車高調内での調整ぐらいですか。あ、そうですね、一応バネは変えてあるんですけど、それぐらいですかね。そうですね。で、後ろは、はい、エッセ用の、はい、ショックの貫通ブラケットを使ってより縮むように、で、ね、短いバネ入れれるように変えてあります。なるほどね、はい。まあ、なかなか、まあ低くなってて、マフラーがこれセンターからバンパー突き破って出てったんやけど。そうですね、無理やりかち上げてつけてあります。これはマフラー、どこのマフラーなんですか。ナビックさんの。あ、ナビックさんの、はい、高いやつや。いや、でも中古で2万円ぐらいで買ったやつなんですけど。結構お得に買いましたね。そうですね。で、もともとはセンターに太鼓っていうか、はいはいはい、触媒がついてるやつやったんですけど、センターパイプだけストレートに変えてって感じです。ははは。じゃあそこそこ音も、まあでも、まあ、まあまあ普通に音なしぐらいなんですよ、うん、なるほどね、はい、いや、シンプルやな。ちなみに、はい、中はどうなってるんですか。中ですか。中は基本、まあ、ステアリングとシート変えてあるぐらいですかね。ワックスの、ワックスです、中身ですよっていう。そうですね、もう
中身は本当ワークスの、まあちょっと黒で引き締まった感じの方が好きなので、うんうん、そうやね、もう開けたら一気にワークス感やね、ワークスですね、うん、なるほどね、はい、シートはこれレカロの真っ赤か、そうです、真っ赤のレカロに入りました、うん、セミバケやね、そうですね、 SR6 と SR7 になります。でここに、はい、ここに埋め込んだんや、そうですね、エアコン潰して埋め込みました。風は風出ないです。あ、で出ない、あの単純に出ない、運転してると、はい、このブースト系とスマホホルダーで風塞がれてるんで、なるほどね、そうですね、快適ではないですね、まあ、そうか、はい、うん、足元からオンリーやね、そうですね、ああそういうことね、はい、あシンプルにまとめましたっていう感じで、そうですね、はい、なんかそのこれ、はい、作る前からこういうのは目論んで、こういう風に見せようって考えてやった、もともとこの36のアルトバーン乗ってたんですけど、これ乗る前に、はい、でその見た目の方がやっぱ好きだったんで、うん、まあ、ワークス買った時も、まあ、買った時からもう、うん、NA 仕様というか、まあ、シンプルな外装にしようと思ってて、うんうん、まあ、それでまあ今こんな感じになってるって感じですかね。逆にバンからワークスに乗り換えた理由っていうのは、はい、あシンプルにあの事故です。あシンプルや突っ込まれちゃいましてシンプルやシンプルです。ああもらい事故、あそうですね、ああなるほどね、そうですね、シンプルにそうなっちゃって、はい、で乗り換えってなってアルトのまあ、赤色が欲しかったんで、はいはいはい、このアルトの F にするかこのワークスにするかでちょっと悩んでて、まあどうせならってことでワークス買ったんですけど、なるほどね、まあ、でも結局見た目は NA のアルトの方が好きやもんね。そうやな、そうですね、まあ、走りの分ではワークスになって良くなったけども、そうですね、はい、外装的にはやっぱり NA の方がって感じなんで、もうシンプル好きって感じやね。そうですね、あんまごちゃごちゃしたのは、まあ、見る分にはすごい好きなんですけど、うん、自分でずっと乗るにはちょっと飽きてしまうかなっていうのがあるので、でもなんかあの聞くところによると、はい、これで S スタイルでもなんか賞をもらったっていう。そうなんです、 S スタイルでちょっと2位いただきまして、ね、結構ねこんなこと言っちゃあれですけど、はい、お金かけてバッチバチにやってる人とかいてはるやん、はい、いますいますいます。ホイールにしてもこれ鉄筋やん、鉄筋4、5000円ぐらいで買ってきた鉄筋カンスプレーで塗ってあるだけなんでね、そうそうそう、みんなねそのホイールなんかお金かけるとこやん、はい、そうですね、やけどまあ鉄筋でも賞もらえちゃうっていうのはやっぱセンスなんやないやいやいや、うん、ありがたいことですね。だから僕は一つ言いたい、触らへんっていうのも一つチューニングですよ皆さん、あのシンプルに見せる上でね、やっぱりそのいじらないっていう、うん、下手にいじらないっていうのも一つドレスアップですからねそれはお伝えしておきます、大事ですね、はい、だと思います。で触りたくなるもんな、そうですね、で実際ステッカーでももらったらなんかどこ貼ろうとかなっちゃいます、なっちゃいます、ね、なっちゃうんですけど、なるんやけどそこやっぱバランスを考えてしまうと、そうグッと我慢やな、そうですね下手に貼るんであればっていう、そうです ね、そういうことで、まあ今回はもうこのシンプルイズベストですね、こちらのまあバンのようなワークス、まあワークスに見せたくないやつがやったらこうなるぞっていうお車でした。はい、すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。